限られた時間の中でいかに豊かに暮らすのか生きるのかっていうようなことを多くのお客様たちに広げていくのが、まあ私たちの使命だと思ってます。世田谷区、港区など都内の高級住宅地と呼ばれる城南エリアを中心に富裕層に特化した不動産事業を展開する株式会社ランディックス。2001年の創業以来増収を継続している同社は、2017年に不動産テック領域にいち早く参入し、2018年に顧客と最適な建築会社をつなぐ住宅マッチングサービススムーズをリリース。その翌年には東証マザーズに上場を果たす。近年では不動産以外の商品開発も推進しており、顧客の資産価値向上に貢献するべく挑戦を続けている。僕たちはお金をこう稼ぐということじゃなくて、生活を豊かにするというところに軸を置いて、もっと良いものがあるよというものを提供できるように、そうすると圧倒的な私たちの存在感になるんじゃないのかなって、こんなビジョンを持ってます。躍進する企業を牽引する経営者の軌跡と描いている未来像に迫る。顧客を東京・城南エリアに絞ることで業績を上げ続けているというランディックス。その理由について岡田は次のように語る。富裕層のお客様、非常にレベルの高いお客様との接点があって、でそのお客様たちが私たちのところをこう気に入ってくれてですね、ずっと使い続けてくれる。今ですね、 35% ぐらいの全成約のですね、あのリピート紹介口コミみたいなもので売り上げができてるんです。不動産って1回買ったら10年20年ってもう1回買わないじゃないですか。ところが我々のお客様はですね、2度も3度も4度も当社を利用してくれるんですね。おそらく他のライバル会社が同じことをやろうと思っても簡単にはいかない、模倣できないポイントなんだなと思っていて、ですから決算書に出てこない我々の一番の財産は、その素晴らしいお客様たちとの関係性、そしてそれをデータとして整理して使えるようにしていること。これは圧倒的に強みなんじゃないかなと思ってますけど。ランディックスを牽引する岡田は、祖父父が共に経営者という家庭で育ち、自然と自身も経営者を志したという。広告代理店に就職しトップセールスマンになるなど順調にキャリアを重ねたが、不景気とともに業績は低迷。ニーズがなくならない衣食住に関わる事業に挑戦しようと岡田が着目したのが不動産業だった。父もですね、不動産事業をやってましてですね、その背中を見ていましたから、まあ、不動産業というものがどんなものかというのはぼんやりは分かってたんですけど、若い頃からその父の後を継いでということはあんまり思っていなくてですね、自分でやりたいという気持ちが非常に強かったですね。私が目指したいという方向と、まあ父がやってた事業とまたちょっと違った方向性だったもんですから、自信だけは根拠なくあったので、まあ、自分でできるだろうとそういうふうに思ってですね、そういう経緯があります。意外と何も言わずに黙って見守ってくれるというタイプの父ですね。ですから多分息子のこと心配でしょうがなかったと思うんですけど、何か仕事のことでこうした方がいいとかああした方がいいとかって言われた記憶がないんですよね。それは良かったなというふうに思ってますけども。2001年に株式会社ランディックスを設立し、経営者としての道を歩み始めた岡田。事業を行う中で芽生えた業界への違和感が今の事業モデルの着想につながったと振り返る。非常にサービスレベルが低いというか、お客様に対するホスピタリティが低いというか、これだけ高額なものを扱うのになんでこんなにサービスレベルが低いのかなってびっくりしたんですね。住宅不動産って一回住宅買うとですね、もう10年20年って買わないじゃないですか。買ってもらったら終わりなんですよ。買うまでが勝負。そこまで一生懸命やるんだけどその後何もしないみたいですね。でそうした時にそのお客様たちとずっと長くお付き合いできて、ずっとその当社を使ってくれたら、それは効率がいいですし、仕事をしていてもやりがいにもなりますし、良いじゃないですか。であるならば富裕層にターゲット絞っていいお客様とのいい関係を築けばずっと使い続けてくれるだろうって、こういうふうに思ったんですね。でたまたま私があの目黒区の十ヶ丘というところが出身だったんで、その地域でスタートを切ってその地域の良いお客様たちと交流ができると、これはあの積み上がっていくなって、こんなふうに考えましたけど。顧客との強固な関係を築くことに成功したランディックスは順調に成長を続ける。
不動産テックの領域にいち早く参入し、2018年に顧客と最適な建築会社をつなぐ住宅マッチングサービス、スムーズをリリースした。開発に至った経緯について岡田は次のように語る。どうせ1億以上の家を建てるんであれば、オリジナルの自分たちの好みの間取り、キッチンも自分はこういうのを入れたいとかっていうのをこうやっぱり実現したいじゃないですか。お客様の気に入った土地に対して建築家とかハウスメーカーとかにプランニングと見積もりを出させてですね、お客様に選んでもらおうと、こういうことをしたんです。それをやっていったところ、お客様たちからすごく喜ばれて、でそこを一生懸命力入れていきましたところ、どん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 口コミが広がっていってですね、今まで営業マンたちが、寄り添っていたものを IT の力でそのマッチングができるようになったら、これすごいんじゃないのって、こういうふうに思ってですね、でスムーズというものをこう開発してリリースしたと、こういう経緯があります。お父さんも家で仕事する、子供たちもリモートで勉強するということになったじゃないですか。ですから部屋数が皆さん足りなくなった、家に対してお金をかけようと、こんな流れになってきた時に、住宅をですね改めて買おうかなとかっていうお客様が結構増えたんですよね。スムーズを利用してですね、こんなような家をこんな価格で作れますよということを、より夢の実現に向けてサポートができたというのは、業績アップにも大きくつながったのかなと思ってますけど。多くの挑戦をしてきた岡田が事業を成功させるために意識していることとは。挑戦しよう、チャレンジしようとするときってやっぱり怖く感じますよね。でも後からちょっと振り返ってみると、なんであんな小さなことで悩んでたんだろうというか、怖がってたんだろうっていうようなことの繰り返しだったですね。ですから、思い切ってこう挑戦すること、チャレンジすることっていうのをこう奮い立たせながら、上場会社の社長たちがですね、私の先輩に結構いたので、そういう人たちからいやもう背中どんどん押してもらってですね、挑戦するということが大事なんだなと、もうとにかく挑戦挑戦ってですね、背伸びしながら今に至るって、そんな感じですね。今後は蓄積した顧客データをもとに提案商材の領域を増やしていく展望だ。クロスセルっていうふうに言ってるんですけど、不動産とは関係ないものも買ってもらえるようになるんじゃないのというビジョンを持ってます。例えばですけど、家を引っ越すときには家具も必要だし、アートも必要ですし、場合によってはワインかもしれませんし、車かもしれませんし、教育かもしれないし、アンチエイジングかもしれないし、その富裕層のお客様たちが興味あるものは、私たちが商品開発して、そのままそのお客様たちにサービス提供することができるんじゃないのかな。ですから、お客様たちとの関係性、いいお客様たちの関係性をどんどん増やしながら、不動産じゃないものも売っていけるような、そしてお客さんから喜んでもらえるような、そういう会社って今世の中に一つもないと僕思ってるんですね。僕たちはお金をこう稼ぐということじゃなくて、生活を豊かにするというところに軸を置いて、その富裕層のお客様たちのより良い人生に、もっと良いものがあるよというものを提供できるように、そうすると圧倒的な私たちの存在感になるんじゃないのかなって、こんなビジョンを持ってます。求める人材像について意外な点を岡田は挙げた。最も大事なものはやはり可愛がられる力。やっぱり可愛がられることによって、人に好かれることによって、成功確率って圧倒的に高まると思うんですよね。どんなに頭が良くて仕事が早くても、周りの協力を得られないような人だと、多分、そこまで成功しないと思うんですよね。まあ、一人でできることって限られてるんで、やっぱり人から好かれるという力を持っている人が大きく飛躍するのかなと思っています。人生有限だっていうことを常に意識していてですね、最も大事なものは時間、そしてその限られた時間の中でどういった体験ができるのかっていうことが大事。私たち唯一無二の豊かさを創造するという企業理念なんですけど、限られた時間の中でいかに豊かに暮らすのか生きるのかっていうようなことを、ここをですね、多くのお客様たちに広げていくのが、まあ私たちの使命だと思ってます。人生有限、これをですね、私は意識しながら大事にしています。